いのを潰して。どうも、徳間かなたです。天文館にですね、明日からワクレープ専門店束ねの市鹿児島店がオープンします。今日はですね、この前日でプレオープンということで行ってみたいと思います。はい、ちょっと誰かと行こうと思ったんですけど、ちょっと友達少ないからですね、見つからなくて一人で行くことになりました。二つですね、頼んで食べ比べをしてみたいと思っております。では行ってみましょう。はい、ではですね、何種類か、種類があるんですけれども、今回頼んだですね、メインである掛川抹茶ブルレと、あと蜜芋の2種類ですね。こんな感じですね。結構インスタ映えします。はい、インスタ映えまずするかなって思うんですけれども、はい、ちょっと掛川抹茶ですね、食べていきたいと思います。はい、中ですね、なんかアイスが入ってるみたいな、ちょっと早めに食べた方がいいみたいな。あ、これ硬いですね。ちょっとこの硬いのを潰して。喉乾くかなと思って、お茶も頼んでみました。抹茶って正直好きじゃないんですけど、美味しいですね。なんかこの抹茶かなり甘みがあって、なんて言うんだろうな、はい、もっとこういい意味でお茶を感じさせないような甘さがありますね。上まで食べちゃったらですね、この取っ手を取って食べた方がいいかもしれないですね。どうだろう、アイスは入ってるの上の方だけなのかな。 あ、これ中大丈夫かなと思ったんですけど、この中にですね、さらにこんな感じで包まれたので、ちょっとこぼれたりしないかな、ちょっと不安だったんですけど、全然大丈夫そうですね。なんかいちごみたいなのが入ってました。いいっすね、この抹茶にいちご。抹茶どうかなって思ってたんですけど、全然抹茶を感じつつ、甘めですけど、すごい甘いわけなんですけど、程よい甘さがあって、いいですね。はい、じゃあ2つ買ったんで2つ目いこうと思います。はい、こちら蜜芋でよかったかな。ちょっと抹茶どうかなと思ってたんで、もう1個買ったのと、2つ試したいのもあったんですけど、抹茶がですね想像以上にいけたんで、はい、どうでしょう。こっちは抹茶の方は多分スプーンでこうですね崩してアイスだったんで、スプーン使った方がいい。こっちスプーン使わなくても、いいかもしれないんですけど、こっちも最初ちょっとスプーン使って食べていこうと思います。甘いですね。甘い。当たりますけど、蜜芋ということで甘いですね。こっちも中に入ったりするのかな。じゃあ、こんな感じで、芋と、ですね。芋と真ん中に生クリームが入ってる感じですね。今ですね、まさに12時なんで、これ2本食ったら本当お昼ご飯みたいなもんですね。はい。
はい、ごちそうさまでした。こちらですね、あの紙を最初配られてもらえるんですけど、フォローでですね、お会計より50円引き、インスタグラムですね、書いてますので、その場でフォローして50円引きでゲットしましょう。はい、まあ、何度もお伝えしてますが、やっぱり掛川抹茶のですね、やっぱり一番おすすめですね。はい、上がですねパリパリで、最後あの焼いてくれるんですよね。そこもできれば取りたかったんですけれども、スプーンで崩して食べて、まあ、アイスが入ってですね、抹茶感がすごい強いわけではなくて、甘さがありました。で、すごい甘すぎるわけでもなくですね、まあ、子供から大人まで楽しめるんじゃないかと思いますので、明日ですねオープンします。はい、ぜひインスタフォローして行ってみてください。ではまたお会いしましょう。You've got